あれ今日はまた赤来てるね。どういうあれだ。いや赤ってさ、なんかニューヨークのなんかあれシンボルカラーらしいんだよな。大金ねっていう。俺ニューヨークのジャズ好きだからさ、ブルーノート東京っていうさ、あ、ちょ、東京じゃない、ブルーノートレーベルっていうな、ルディ・バンゲルダーのエンジニア技術、録音大好きなんで、最近のジャズはルディ・バンゲルダーのあの録音技師がついてねえからよ、ピアノの音がなんかキンキラキンキラしててさ、もうギラギラしすぎなんだよな。あの最近のジャズのピアノの音ギラギラ系な、キラキラじゃねえよ、あれギラギラしすぎだよ。だからあのブルーノートのな、レーベルのレコード会社のブルーノート好きだからさ、ニューヨークとニュージャージーで録音してたんだけどな、ニューヨークのジャズマンがな、ニュージャージーのルディ・バンゲルダーのスタジオで録音してたからさ、ニュージャージーのな、ニューヨークじゃないけど、ニューヨークのミュージシャン、ブルーノートでな。で、あの、最近は赤がニューヨークのシンボルカラーらしいんだよ。それに間違いないはず。お？おめえ今なんつった？赤が好きだって。赤着るってよ。俺ら南部の田舎者にとっちゃよ。赤っつうと女のに、色なんだけどな。女子トイレ赤色だろ、男子トイレ青だろ。おめえ赤着てんな。女か、それともあの女みてえな恋愛が好きなのか。お